エスタディオ・クアウテモックは、メキシコ・プエブラ州の州都プエブラにある、球技専用スタジアムである。1968年に、メキシコシティオリンピックのサッカー会場の一つとして、エスタディオ・アステカの設計も務めた、ペドロ・ラミレス・バスケスによって建設された。当初の収容人数は1万人だったが、1985年に、翌年のフィーファワールドカップに向けて、改修工事が行われ、 現在の収容人数は42,649人となっている。スタジアム名はアステカ第11代国王であり、メキシコの国民的英雄であるクアウテモックに由来する。主にサッカーの試合に用いられ、プリメーラ・ディビシオンに所属するプエブライフシーがホームスタジアムとして使用している。前日の通り、メキシコシティオリンピックのサッカー競技において使用されており、 同オリンピックで同メダルを獲得した日本代表は、第1戦のナイジェリア戦と第2戦のブラジル戦を、同スタジアムで戦っている。また、自国開催となった 1970FIFA ワールドカップと 1986FIFA ワールドカップでは、グループリーグや決勝トーナメントの会場として利用されている。その他にも、1983年には1983。 フィファワールドユース選手権の会場として、2008年には、メキシコで開催された2008コンカカフューーマイナス20女子選手権の会場として使用された。2012年、プエブラ州は、コンカカフューーマイナス20選手権の開催地となる、ことが決定し、エスタディオ・クアウテモックは、エスタディオ・オリンピコ・で CU とともに2月18日から3月2日まで、 開催された大会の会場として利用された。この際、大会前の点検で新たな電光掲示板と2つ以上のロッカールームを含む改修工事が必要であると判断され、1月18日、プエブライフシーの会長は2013年の夏に、スタジアムの改修工事を開始すると発表した。改修後のスタジアムの収容人数は4万6千から5万3千人で、新たにレストラン、 クラブミュージアム、クラブ公式ショップや様々なアウトレット店が設置される予定である。野球場のパルケ・エルマーノス・セルダンが隣接している。プエブラの主要道路であるメヒコ・プエブラ道路に面しているためアクセスは容易。プエブラ国際空港からはタクシーで約10分。ありがとうございます。